「金曜ロードショー」で今度金やるのでですね語りたいんですけども「ショーシャンク」のですね素晴らしさっていうのは演出と演技とカメラワーク撮影これがですねその混然一体と混ざっててですね何が面白いのか何で感動するのか何でこのシーンエモいのかっていうのがよくわからないこのなんだかフィット感にあるんですよね。 で、無料ではですね、あの冒頭10分の凄さをですね、えー、語ろうと思います。一番最初から、ゆっくりいきますね。いきなりタイトル出てから始まるんですけども、初っ端なですね、サスペンス風。 ですねえー、主人公アンディがです、ね、裁かれる法廷のシーンからです。その次にです、ね、同じように圧,圧が高いです、ね、レッドのです、ねまあ、つまりモーーガン・ン、フリマ黒人のモーガン・フリーマンおじいちゃんのです、ね、保釈面接テストがに続いてその後、開解放感がものすごい強い流れるようなカメラワーク。 いいうううのが楽しめる。まあ、そういう冒頭10分になってます。えー、タイトルのです、ね「ショーシャンク、えー、あの刑務所」っていうのはですね、えー、小説の現代小説のタイトルは「リタ・ヘイワースとショーシャンク刑務所」っていうのが現代のタイトルです。でホラー作家の僕の大好きなスティーブン・キングのですね中,中編ですねもともとスティーブン・キングは、えー、小説家になってですね成功してすぐにですねあの1ドルで原作を提供という。 なんんか、キャンンペーン始めたんですね。でそれで,です、ね、あの新人監督のです、ね、フランク・ダラボンという人がいるんですけどもこの人がです、ね、このショーシャンク刑務所です、ね、リタイア・イワーストショーシャンク刑務所という中編のです、ね、権利をもらってです、ね、脚本にしましままた。まあ,あの、結構時間がかかったそうなんですけ、ね、この脚本の出来がすごくよくてハリウッドではですね脚本をです、ね、書いたらすぐにエージェントに送ってエージェントがいろんな映画会社や俳優に送って 送るんですね。でそこですぐにあの目にして評判になってですね結構ねハリウッド上の俳優からですね、えー、オファーが来たそうです「俺は出たい」というふうにですね、えー、トム・ハンクスとかトム・クルーズあとケビン・コスナーなんかもですねこの主人公のです、ね、アンディー役をやりたかったというふうに言われています「でまあ、ショーシャンク」というようなです、ね、スティーブン・キングが、まあ、作り上げた架空の地名ですねアメリカのメイン州の中にある架空の地名そこの刑務所が舞台です。えー、ファーストトカットですね。 車の中ですね。夜の車の中でですね、えー、前を見てる主人公のアンディですね。ティム・ロビンスですね。一応ね、経歴10年目なんですけど、まだまだティム・ロビンス、この時に若手なんですよ。で、なんでティム・ロビンスを選んだのかっていうと、何を考えてるのかわからない。 ちょっっと不気味な感じがするからだって言ったんですね。でおまけに気弱そうな顔してんのに身長が1 9 5センチもあるとやたらでかい気の弱そうな何考えてるのかわからない男だと。であの実はですねこれ「あの『笑釈の空に』っていう映画の中でも原作の小説の中でも実はアンディは主人公は無罪として描かれてないんですね。全くですねわからないと描かれてるんですよ。あの 妻殺し、奥さんを殺した奥さんとその愛人を殺したという罪で捕まって本人は無罪だと言い張ってるんだけども刑務所に入れられたという本人は語るんだけども本当はどうかわからないとだからこのオープニングのデですね実は奥さんを殺してるような殺してるようなというかです、ね、それを否定するような描写が一切ないんですよ。 あれ本当なの？こいつが言ってることは本当なのって。で感情移入できないんですよね。こう尋問されてるシーンとでその尋問に対して答えてるシーンなんですけども、目線がちょっと変わるだけなんですよ。やや下を向いている目線からやや上を向いている目線に変わるだけで表情が全く読めないんですよね。で、あの原作小説でもですね。さっきも話したようにこれあのアンディが無罪だっていうですね。作者の客観描写は一切ないんですよ。でこの 映画の中で描かれる彼の人間性アンディという人がどんな人かっていうのがだんだん分かってきて初めて観客はあこいつは無罪に違いないっていうふうに確信するようになってるそういう仕組みになってるんですね。でそのプロセスは、レッドっていうモーーガン・ンフリーマンが演じる黒人のおじじいいちゃんんが、アンディを見る目と同じなんですよ。っていうのは『ショーシャンク』の刑務所に入っているです、ね、囚人たちは全員自分は無罪だ無罪だ無罪だって言ってるんですね。 モーガン・フリーマン演じるレッドも、俺も無罪だよっていうふうに言ってるんですけど、小説の中ではいやなんかまあ俺は刑務所彫り込まれて当然だ、だって嫁さん殺したからねっていうふうに語ってるですね。<laughs> みんな無罪で語ってるから、その意味ではですね、なんかみんなカードが自分のカード、本音のカードっていうのを出さない状態ですね。みんな無罪というふうに言ってるんで、ところがモーガン・フリーマンレッドはですね、だん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 この あアンディっていうのは本当に無罪なんじゃないかなというふうに思うようになってくるそれは映画の中の彼の,人間性の行動です、ね、それでわかるんですね。でそれをですねやっぱ観客に与えるためにこの一番最初の妻のをですね銃を持って妻の浮気シーンを見に行くシーンとそれを回想している裁判のシーンでですね一切人間性を出さないような表現しているんですね。なかなかか渋いやり方です。 まあまあ表情ほとんど変わらないんですけども嘘を言わないんですね。この人だから自分の不利なものであってもですね。淡々とあの証言するんですよ。だから意志力が硬いからバイシーンのね。同情が得られないんですね。かわいそうに見えないんですよ。で、ここのシーンぐらいがフィックスいわゆるカメラ固定で撮っているので、この後ね。この映画。 永遠カメラが動くんですね。これがあの、今日語りたいですね。無料の部分でのショーシャンクの見方。ボートジップの凄さ、カメラが永遠動き続けるんですけども。で、判決が出ます。判決シーンですね。えー、もうここからしてですね。カメラが。 裁判官が語り始めて語り終わるまでカメラがずっと後ろを引いていくんですね。で、これもズームではなくてドリーっていうですね、レールを引いてカメラがレールの上を動いていって徐々にカメラが後ろになっていくことによって、 裁判官がどん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 ロングショットになっていくんですね。で、判決をいうカットではクローズアップからロングになってます。これなんでかっていうと、インテリのまあ強迫犯の言ってるですね。嘘に騙されないぞという意志力の顔を見せてから、えー、客観的になっているんですね。あの裁判官の人間性を見せようというんではなくて、発言内容告げられている罪の重さ にですね、観客の注意が持っ,て持っていくようにですねどんどん顔のアップから引いていくこれね引いていててくと、ね、あの物事って客観的に見えるんですよね。寄っていくと主観的に見えて引くと客観的に見えるというのはこれはもう本当に映画の基本法則ですから是非覚えておいてください主観的な裁判官の顔から徐々に引いていって裁判官の上半身になって話してる内容が客観的な事実として伝わってくると。 でそれに対してアンディ判決を聞いてるアンディ逆なんですよカメラ動きっぱなしですアンディのロングショットからですね顔のクローズアップいくんですねつまり、えー、アンディはこの判決を聞いてるという意味からアンディがどんなことを考えているのかというアンディの主観の中でカメラが入っていきますで正義と公正さを信じていたアンディはだからこそ正直に自分の不利になる証言でもしたわけですね、えー、アンディは裏切られて これね、怒ってるんじゃなくて,陶悪してる驚いてなんかこう訳が分かんなくなってる顔なんですね。で裁判官と逆なんですよ。裁判官とは逆にその聞いている表情からアンディの内面へ向かわせるように意識をいざなうためのですねこうクローズアップっていうのをやってます。 で直後この判決が出たアンディの絶望の顔が出た直後画面が真っ暗になるんですねもう暗転です真っ暗になるんですでこの暗転真っ暗になるのはアンディのこれからの運命を知らせるためっていうのとあとそのレッドモーガン・フリーマンのです、ね、次のシーンへのつながりですねこれはあの演出が演技を助けてるわけでですすね。次ですね。次真っ暗なところにですね。 ドアが開いて人がずらりと並んでますね。で、これはですね。レッドですね。モーガンフリーマンのですね。保釈するかどうかの会議ですね。で、その審査員がですね。こうずらっと並んでて逆光になっているところですね。で、レッドが彼らに弁明します。レッド役のモーガンフリーマンですね。 あのモンガル・フリーマンね実はですね子どもの頃から演劇好きだったんですけども仕事にはならなかったんですね結局仕事にするほど売れもせずですねアメリカ空軍の整備員になってましたで整備員結構やってたんですけども30前にですねやっぱ俺役者になりたいっていうことでですね俳優を目指してです、ね、最初、えー、ロサンゼルス行ったんですけどもハリウッドの売り込みに失敗して30歳前にですねあのニューヨークに行ってニューヨークの一応ブロードウェイといってもまあオフブロードウェイですね 小さめのの劇場の舞台にに立,立てるようになりました。しかしですねこの30歳の,このニューヨークでやっとちっちゃい劇の舞台に立てるようになってからですね50歳になるまでずっともう本当にブロードウェイでのちっちゃい役をもらうのとあとテレビシリーズで時々です、ね、本人が言うにももう金のためにやってるというような小さい役をです、ね、時々もらうぐらいです、ね、全く売れずですね。 よあのいい解説をするおじいちゃんの役で出たんですけどそれが代表作と言われるぐらい本当に30歳から50歳までで売れない役者だったんですね。で50歳過ぎてもパッとしないもので52歳の時にようやっとドライブ「ドライビング・ミス・デイジー」でですねまあ,あのアカデミー賞を取るような映画でですねあのそのメインキャストですね運転手の黒人の役をやってようやっと注目を浴びた、まあ、それぐらいのキャリアの人です。 この時、すすででに57歳なんですよ。<laughs> 売れない役者のまま57歳っていう人生すごいですねしかし演技が素晴らしい例えばこの口半分ずっと上げてるんですねこの下を見るとですね左を見て右を見てますねだから視線がねずっと一定しないんですよ つまりずらりと並んでいる委員の誰が自分の味方になっているのだろうかと口を半開きにしたまま左見て右見て誰か自分の味方になっている人をうろ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 探しているというふうな演技なんですね。だからあのやっぱりねこびようとして機嫌を取ろうとして信じてもらえないんですね。しかし、ね、かこれがね。 面接のシーン合計で3回あるんですけど3回目のです、ね、面接シーンになると口をちゃんと閉じて顎を引いてです、ね、自信ありげな態度に変わっているとそれをもう、しっかりと演じているです、ね、モーガン・フリーマンの演技素晴らしいです。で、「仮釈放不可!」というスタンプがある えー、リジェクトっていうキャッカーっていう犯行がボーンと押されて、えー、モーガンガ・フリーマンレッドはですね、えー、仮釈放されませんでしたですね。でこの人レッドはですね二十歳の時に自分の奥さんに保釈金をかけてで自動車のブレーキに細工して奥さんを殺そうとしたんですねで、自己死させたんですよ。ところがその時たまたま奥さんだけでなくて奥さんが近所の別のあのお 奥さんとその子供を乗せたわけなんですね。でそのまま事故死しちゃったもんなんで三重殺人ですねつまり、えー、殺人その自分の奥さん他人の奥さんその子供とですね3回裁判されてですねでそれで終身刑になっちゃったとっいうです、ねまあ、無期懲役になったというですね、まあ、そういう犯罪者です。で保釈が通らなかったのにですね保釈のですね、まあ、申請場所をですね出た レッドは笑ってるんですよ。なぜか笑ってるんですよ。この理由が、まあま後で明らかになるんですけども、とりあえず保釈委員会の人らにですね、おどドおドせずに済んだと、ずーっとね面接でいろいろ言われて機嫌取るようになったのから解放されてほっとして空を見てるんですね。もうレッドにとってですね、この時にですね、刑務所に入って20年目ですから。 二十歳の時に入ってもう40歳ですからです、ね、実は刑務所こそがもう彼の人生なんですねそこにも仲間がいて人生の半分以上です、ね、暮らしてるわけだからここが我が家なんですよ。なので外へ出たい保釈されたいという気持ちはあるんだけど保釈が駄目だった時に割と微笑んでしまうそういう人生なんですね。で 周りにですね。レッドの周りにわーっと仲間が集まってきます。たちまちレッドは刑務所のですね。いつもの仲間たちに囲まれるんですね。レッドはですね。調達屋と言われるですね。刑務所の中に外のものをまあ運んでくるというか、あの調達して配るというですね。そういう仕事をやってるんですけども、刑務所の中の顔役の一人なんですね。だからこんなに仲間がいるで。この？えー レッドがですね、外へ出てくるシーンからですね、こっから先ずっとカメラ動きっぱなしなんですね。このシーンでもカメラが、えー、動いてます。レッドの,あの歩きに合わせてですね、カメラはドリー移動ですね。ドリー移動というのはですね、地面の上にレールをきちんと引いてカメラを滑らかに動かす動かし方っていうのをずっとしてます。これね、結構手間かかるんですけど、ショーシャンクの空に行ってね、最初の10分ずっとカメラドリー移動なんですよ、ね。ずっと移動しっぱなしなんですよね。これの理由もまあ、最後の話します。 でそういうふうにしてるとあのレッドが歩いてるとですねでかいサイレンが鳴り出すとサイレンが響くとそうするとそのサイ,サイレンを聞いたんです、ね、周りの囚人たちが一斉に走り出すんですねでこのサイレン何かっていうと松、えー、ク刑務所にです、ね、新しい新人が入ってきたぞ新人が来たぞというふうなことでみんな興奮して新人の顔どんなやつらが来たんだって一目見ようと運動場の端まで走ってるシーンなんですけども。あのえー ここまで,です、ね、冒頭からずっと圧迫感のあるシーンなんですね。でレッドが外へ出てくるシーンでもですねあえてソロとかを映さずにですねずっとカメラは下に置いといて圧迫感のある画面一番最初夜アンディが妻の浮気現場を見に行くところも車の中ですごい圧迫された画面で次に裁判を受けるシーンでもですね天井のですね、えー 低さというのを意識させるような圧迫した画面でギューッと上下に圧縮した画面なんですねでその時真っ暗になってアンディの保釈委員のあレッドの保釈委員のシーンもですね圧迫感があってようやっと外へ出たんですけどカメラがです、ね、あえて上を映さずにアンディの仲間たちを目線を同じで映しているとずっと圧迫感のある画面だったんですけど次のカットでですねいきなりスケール感のある開放的な画面になりますえー、っとですね この白いトラックが左から右へ動いて、こ,あの,この道をカーブするんですけどもですね、えー、この白い車はですね、トラックは囚人を乗せた誤送車なんですね。で、最初はクレーンかと思ったらですね、カメラ位置がどん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 高くなるんですよ。で、5車を追いかけ出すんですね。実はヘリコプターによる空撮なんですよ。当時ドローンとかないからヘリによる空撮ですね。で、この車が左に曲がって画面の奥へ進んできます。 で、それに対してヘリの空撮はどん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 この白い車を追いかけます。で、ついに白い車を追い抜いてしまうんですね。そうするとその向こうにコンクリートでできた不気味な建物ですね。レンガとコンクリートでできた不気味な建物が見えます。観客の意識はですね、この白い車から建物の方へ行くわけですね。で、えー、カメラがこの建物をだん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 寄っていって、もう空撮ですからですね、建物を越えるんですね。そうすると、 あのレッドの閉じ込められているショーシャンク刑務所だっていうのがわかるんですね。ゴチック建築です。ゴチック建築特有の縦長の細い窓が周りに一面にありますですね。このゴチック建築の建物の中の細い窓っていうのが、やっぱり威圧感と不気味な感じですね。幽霊が出そうな感じを表すんです。で、空撮しているカメラは、このままその建物の近くによって、建物を乗り越えて、その向こうの景色を見せます。 向こうにカメラが向こうに行くとです、ね、中庭、これ建物ですね。中庭が見えてその中庭いっぱいに囚人がいるんですけどこいつらがです、ね、次のカット一斉に走って左の下の方へ走っていくんですね。うわーっていうものすごい人数が走って、えー、サイレンが鳴り響いてです、ね、あのみんなが隅の方へ走っていくのがわかります,です、ねでえー。ここのののままです、ね、このヘリコプターの画面。 グルーっと回り込むんですね。今、えー、手前から向こうを映してるんですけどこのままカメラはですねヘリは移動してです、ね、反対側からのショットになりますでこれ反対側のショットになったところなんですけども,も全部ワンカットですよ一番最初のそのさっき話した護送車のロングショットからここまで全部ワンカットなんですけども回り込んでる最中にですねこう旗が見えるんですねこの旗まで一発撮りですこの旗は何かっていうと あのメイ州の,州の章なんですよ。これが一瞬見えてあ,めあの、アメリカ人だったらあこれメイン州の刑務所なんだというのがわかるですねそういうふうなカットですですね。で,、えー、で回り込んでですねでこれはあのさっきと逆側になってるんで。 えー、囚人たちはです、ね、右から左へ移動してたんですけどこのカットは逆さまから撮ってるので空撮で逆に回り込んだので左から右へうわーっと走ってるんですねでカメラはこのままですね、えー、囚人たちと同じようにですね左から右へ移動するとこのショットになるんですね、えー、とちょっとわかりにくいんですけどこれが刑務所の壁で,でこちら側に囚人たちがうわーって走り寄ってきてるんですよで遥か向こうに白いトラックさっきのトラックが見える ですね、ここまででワンカットですよ、本当に。もう何回リハーサルしたんだですよね。驚異の,の空撮なんですけども田舎道を走るその白い護送車で向こうに見える刑務所とそのディティールを見せたと思うとですねその刑務所を乗り越えるとそこの運動場中に囚人がいて囚人たちがうわーっと走ってると。でその走ってるところをたっぷり見せながら、 あのヘリコプターがぐわーっと回り込んで逆さまになる時にちゃんとメイン州の州の旗がはためいてるのをカメラのセンターになるように映してでさらにヘリが進んでいって刑務所の反対側の壁が映るとはるか向こうにさっきの白い車がもう一回見えるっていうですねそのワンカットでこうカット内であのなんだろう状況っていうのを全て見せると同時に あのカメラも動いてるし中の登場人物も全部動いてるんですね。えー、まあ,あの、白いトラックなんだと最初思わせて「あっトラックが向かってるのは刑務所だ」と「で、「なんで囚人たちが走っているの?」と思わせて「あっあのトラックが来てるからだ」というです、ね、カメラずっと動くってこのタイミングがものすごいベストの一発撮りなんですけどもでここまで見せてです、ね、今度ポンとこの。 トラックの車内にカメラ行きます。ですね。トラックの車内に行くんですけど、まだカメラ動くんですよ。あとはこれじゃない。<laughs> これも外して。トラックの車内に行くとですね、えー、次、トラックの一番後ろの席に座っているアンディですね。不安そうな顔してるんですけど、周りにですね、囚人たちがいっぱいいて、ギチギチに混んでるんですよ。でギチギチに混んでるんですけど、このカメラもやっぱりフィックス止まってるんではなくて、 手持ちカメラでアンディの顔ままで寄っていきます。なん手持ちカメラにしてるのかっていうとやっぱその,あの,アンディの心のの不安いいうのを描きたいからですねで。この時はもうドリーでレール引いてちゃんと動かすんではなくてあえてギチギチの狭い車内をカメラマンが手持ちのカメラでこう寄っていくことによってカメラを動かないようにしてるんですけどやっぱちょっと微妙に揺れるんですね。だからトラックが その揺れている様とかです、ね、アンディの不安な感じというのが、ねえーま,ね、まだかカメラ動くかとびっくりしたんですけどアンディの表情ですねであの、まあ、表情アップのとこまで寄るんですけども手持ちの揺れでアンディの不安というのを物語ってるんですね。で次ですねようやっとカメラは固定になってですねこれ 運転席の窓から見た外の風景なんですけどカメラ止まってるんですけど外の風景が動いてるんですよで外の風景が動いてハンドル切,る切って周りが動くとようやっと正面にですね看守たちがずらりと整列しているのが見えるんですねカメラ固定ですけど周りの風景が動いてますで車が向かってる先に整列してる看守たちが見えてこいつらは止まってるんですけどもその周りにですねかんあの 囚人たちがどんどん集まって大騒ぎになっているんですね、えー。この大騒ぎになっている囚人たちとぴったり動かない看守たちっていうですね対照的なシーンっていうのを撮っています。でまだカメラ動きます。ですね。えー、囚人たちがですねこの右から左に行くんですけども、アンディたちとアンディと仲間だけはですね左から右へ動いています。でアンディが指差しているのはですねちょっと高い ななんんんか、壁みたいな場所があるるでですすね。そこから登れるんですよで。アンディたちだけはその壁を登ってですね、えー、高みの見物になるわけですねちょっと見下ろせる場所を探してでこの時もです、ね、アンディあのあ違うレ,ッドだレッドと一緒にです、ね、カメラをドリードしてますで、えー、次のカットですねこの奥のです、ねえー、監視小屋からですねライフルを構えた、えー、なんだ監視がですね2人出てきますですね。 でえー、ここもです、ね、カメラ動いてます。カメラずっと動いて2人出てきてライフルを下に向けるんですね。でライフルを下に向けるのはなんでかっていうとそのカメラこの2人を映してるカメラがそのまま下を向くとこういうふうになっててでさっきの柵の周りにものすごい数のもう囚人が集まってようやっと白い車が入ってくるわけです、ね。でやっとこのカットでカメラ止まります。えー 止まった車のドアをですね、看守が開けるシーンですね。ここでやっとカメラ固定で一人ずつ囚人が引きりずり出されて、その一人ずつ不安な表情を見せるためにカメラ止まるわけですね。えー、ここまでですね、あの映画開始からですね、10分なんですよ。超高密度の撮影技術、あと演技ですね、演出のですね、とんでもない技が次々と繰り出されてですね、もう本当に圧倒されるですね。えー、すごい。 映画でです。冒頭10分だけでもです、ね、あの『金曜ロードショー』ですね、まあ、ノーカットとはいかないだろうけども冒頭の、ね、アンディの、ね、裁判シーンカットされるんじゃないかなと思ってだからあの『金曜ロードショーの、ね』の編集からすると多分ねモーガン・フリーマンレッドのです、ね、保釈申請のシーンから始まる気がするんですけどちゃんとあの十分この、えー、すごいカメラの動きは堪能できると思うんで,です、ねえー、見てください。 チャンネル登録してってね